ルルージュは、フランスの著作家、ジャーナリスト。本名ギュスターブ・アンリ・ジョゼフ・ルルージュ。フランス北部のマンシュ県、バローニュ出身。パリで没。ルルージュは何でも嫌で、剣撃歴史小説からし、ブリア・サバランの注釈書、回想録、擬曲、探偵映画の脚本、エッセイ、評論など広範な分野で、著作活動を行ったが、最も得意としたのは、ファンタジーや、 サイエンスフィクションの要素を多く含んだ、通俗冒険小説であった。大衆小説というジャンルにおける彼の初期作品ら、コンスピレーションデミリアデール、ラプリンセスデアーズ、レス・マリン・ジュールズ・ベルヌは、先行するジュール・ベルヌ及びポール・ディボアの影響を色、濃く受けたものであった。その後の成功作、すなわちレ・ミステリ・ドークト・ア・コーニリアスや、レ・プレゾ・アーニー・デラ・プラネット・マーズびーで、 ヴァンパイアーズという火星を舞台にした連作などにおいては、アリューからの脱却が見られる。謎のコルネリウス博士は、人の外観を別人に作り変えてしまう不吉な人物、コルネリウス・クラム博士を主人公にした物語であり、ルルージュの代表作とみなされている。ただしジャック・サデュールは、火星の囚人は、現代人の干渉に耐えうるのに対し、謎のコルネリウス博士は、 退屈で脱線が多く評判倒れな作品である、胸を述べている。ルルージュは、科学的整合性というものを、全く気にかけず、極めて個性的なスタイルで創作を行った。彼の作風は、合理主義と神秘主義、冒険と色恋さたが、交互に出現する点に特徴がある。彼のサイエンスフィクションは、モーリス・ルブラン。 ガストン・ルルー、そして特にモーリス・ルナールに影響を与えた。ラ・コンスピレーション・でミリアデール、ドッド・マーベル、デテクティブ・ミリアルデルに見られるように、ルルージュは帝国主義を嫌悪し、そのため骨の髄まで反米的であり、結果的には無政府主義と社会主義の間を揺れ動いていた。その豊富な想像力により、ギュスター・ブルルージュは正気のある、 魅力的な作品群を生み出し、シュルレアリストたちから注目されるようになった。しばらくの間は忘れ去られていたが、ブレイズ・サンドラールのロム・ファウドロイ中で紹介されたことにより今日のフランス語圏では、比較的よく知られている。1970年代の終わり以降は、フランシス・ラカ・さんの推薦により再刊が進められた。 ギュスターブルルージュは建築系の中小企業家の息子であった。一家は幸福な中産階級で、祖父は長年レビルの市長を務めた人物であった。彼は初等教育を公立の小学校で受け、バローニュのコレージュを経て、シェルブールのコレージュに進んだ。1886年6月に大学入試資格を取得。 開事学校への入学も検討するが、カーンの大学に入って1889年9月に、学士号を取得。在学中には、地方の週刊シレマタン、ノルマンドの編集助手として働いた。また文学誌レアベノルマンドを小規模に発行。学業を続けるためパリに上京。ボヘミアン的生活を送りつつ、マイナー雑誌で、記事や詩を書く。 寸劇の脚本も執筆したほか、鉄道会社社員、サーカスの事務官、人形を使い、歌手、役者、編集者など職を転々とする。この時期は彼にとって、困窮の時代であった。1890年3月に、詩人ポール・ベルレーヌと出会い、親友となる。ベルレーヌは、最後の食事を、ルルージュと共にしている。ル,ルージュは、FA 飾ると、協調で、 序文には、モーリス・バレスを起用し、レ・ダーニ・ジュールで、ポール・ベル・レーヌという大のドキュメンタリーを刊行している。1899年、ギュスターブ・ギットンと組んで、奥万長者たちの陰謀の連載を開始した。このコンビは、共作を続け、レ・コインカレンツ・デ・ラメール、空の王女たち、潜水艦、ジュール・ベルヌ号を生み出したが、1903年にフアに なり、海の征服者たち海底版は、ギットンの端緒として観光されるに至った。この時期、ルルージュはチュニジアに二度の題材を行っている。クルミル地方では農業を試し、またラボアデラフランスという大の新聞を発行し、たった四号で廃刊となったが六千フランの収益を上げた。1902年11月8日、モデル兼デザイナーのリリコと、 ジュリエット・アンリエット・トリッリという女性と結婚するが、1909年には彼女を亡くした。第一次大戦では、マルム海戦後から終戦までの間従軍記者として、働き、エル・インフォメーション氏及び、レプティ・パリジャン氏に寄稿した。スイスの詩人ブレイズ・サンドラールと知り合ったのは1919 19年、レプティ・パリジャン氏時代のことであった。 ルルージュに浸水したサンドラールは後にその人物像を雷に撃たれた人間、ラペルル・フィービルーズ・バーリンガーにおいて描いている。1920年9月14日、彼はフランソワーズ・アドリーヌ・ビアルーという若い女性と再婚した。夫婦はラクロワ通りの落ち着いたアパートに今日構えた。ルルージュは不豪探偵。 トット・マーベルなどの新作執筆を続け、また、旧作の再刊も行った。ギュスターブ・ルルージュは、ラリボワズ・イエール病院にて、1938年2月24日、前立腺がんで死亡した。彼は、学術功労士ロクン症除群者である。ブレイズ・サンドラールが、雷に打たれた、人間中で断言したところによると、ルルージュには、 合計312編の作品がある。フランシス・ラカ・サンは163冊の著書を数え、カリト・ジボンの類はは73点になると見積もっている。レ・ミステリ・ドークトアコーニリアスは、ジェラール・デザルトを主演に据えて、同タイトルでテレビ化されている。FR、レ・ミステリ・ドークトアコーニリアス。ありがとうございます。